やすいからってこう言われるのって嫌だよ、うん、それなんかダメージ食らってないと思うから言うのかな、うん、あれ絶対お前のために言ってるっていうの嘘だと思う。お前に言っても傷つかないからストレス挟まるから言ってるんでしょ。あれね、気をつけた方がいいと思うけど、なんか言うんだなって思っちゃったけど、うん、その年齢とあれやっぱねダメだよこの業界。やっぱ思った通りだったの。そういう風に言ってくると思うのかと思う。ではやらさすぎたんで一体にして、うん、でめっちゃ気づかんのにさ無駄に残業させてるの。そりゃ言うでしょ。でだから俺はあんまりその残業させないほうが、だって書いてあんだもん、残業しすぎないでくださいって。なのにさ、残業のことはそんなに言ってないから嘘つけと思って。いやいや書いてあるし。でもそれで無理やり残業させて、であと早上がりとかさせられてるじゃん。それは評価下がるよね、うん、だって本来だったら業務中のさ普通の勤務の時間にいてほしい存在がいないんだもん。時間のことは言ってないと思って、嘘つけって書いてあるじゃねえかここにと思って。言わなかったけど、そういうとまた逆切れするから。これこのままやっても残業時間下がると思えないって書いてあったんですよ。だからこれ下げろってことでしょ。よそれは言われるかな。だからなんだろう、立場変わっちゃってるから強くないとダメなんだろうねって思うけど、けどそれを言ってしまうとやめちゃうからもしれない。じゃあ下っ端のやつも切らせようって話になったんでしょ。
でちょっとボロって入っちゃってるけど、あれやめた方がいいかな、やめた方がいいか、うん、そういうので変に書くと逆に自分の立場悪くなる、うん、会社のことってやっぱ基本ツイッターで書くのって NG だから、まあね、どの業種でも、まあね、言われてなかったとしてもルールでないって言っても多分相当 NG 行動だから、逆に訴えられちゃうみたいな、まあね、うちの会社なんか特に NG だから、何言われたとか、あ、まあそれもそうだし、まあ、まあどちらかといえば仕事中っていうか休憩時間にツイッターも見るのは NG だし、まあね、もうルールで決まってるんでダメですって。あの人やばいよね。誰？辞めちゃったけど。辞めちゃった？ N さん、めっちゃ書いてたもん。誰？ N さんって。え？ああ、あの人、うん、でもあの人は鍵垢じゃなかったな。うん、普通にオープンにしてて晒されてたもん、いちゃんで。まあ、名前もそのまんまだしね。うん、あの人のことも書いてたし。誰？ C さんのこと。 C さん？あ、K か、K の方がいいか。 K さんって誰？なんかプライズでやらかしたって言ったし。ああ、そうそうそう、あれはやべえと思って。もう何も触れないのがいいんです。それはまずいと思う。従業員同士でなんかさ、出勤した時に会話で出るぐらいだったらいいけど、基本的に客に帰っても、あ、そうなんですねって思っちゃう。ちょっとその時嫌かったんで。まあ消しとくか、じゃあ。まあそれがいい。変なことは書かんのがいい。分かりづらい文章とかだったら別に書いてもいいと思うけど。まあ分かりづらい文章だけど。特定されたとしても別にあなた方のことじゃないんですけどっていう風に書ける内容だったけど、仕事でとか言っちゃうともうアウトだと思う。一人称出てなくても。まあね。まああと情報漏洩とかはね。なんとの場合アカウント自分の名前使ってるからダメでしょ。じゃあ消しとくか。っていうのがあるから。うん、消しとくか。うん。まあね、フォロワーの中にいるかもしれないからね、会社の人もそもそも。電柱かなんかですけど、これ右折信号出るっけ？出るよ。あ、よかった。あの車は帰ろ。今直進できた。じゃあ帰ります。動物いるから、まあね、殺すことになるよ、あんた匂いついてるだけで。それでもいいんだったら吸ってどうぞ。城山。